昨日のオープンマイクライブ、でまた差し入れありがとうございます。恐縮です。いつもいつもありがとうございます。バカでいいのか、ということですが、中開けよう。はい、では開けていただき、これすごいね。富士山湧き水もなか、楽しみ。あ、これ開けるの？こっちでしょうか。こっち開けるの？なんか入れ物が面白い。ちょっと待って、どこから切るの？これ焼くしかないのかね。あとここに。なんか紙でできた。紙ができてるの、すごいよ、ね、面白い面白い。かわいい。ははー、パリパリのやつが残るようにしけらないようになってるやつだ。で、自分でこう餡を入れるやつだ。あら、まあ、なんかかわいい、おしゃれ。この緑だって。お、ちゃんと2つついて、これで入れて食べるんだ。はい、ありがとうございます。こっちは赤い。ただきます。こっちが普通のあんじゃ。そっか、これがあんか。なんか書いてある、読める。あ、抹茶って書いてある。ローマ字で抹茶って書いてある。はい、かわいい。そしてなに、はい、かな、何かな。地球。あ、これはお手紙。はい、地球のお手紙いただきました。あ、なんだこれ。ガビーン。いつでも度数が合う、度数可変シニアグラス。あ、これ知ってる。そんなの？うん。なんだっけ、この厚みが変わるとかそういうやつだよね。すごい。うっそいやん。これ高いんじゃない？これ何か書いてある。 0.5 からプラス 4.0、 これね 3.0 ぐらいになっちゃった。なんかがなんとか1本で、全て1本でカバー。あ、夕方老眼かな。すごい。開けてあげる？開ける？引っ張ればいいみたいになってるよ。引っ張ればいい？あ、ここの、この、これを切ればいいんだね。ちょっとかかった。はい、出ました。はい、出ました。はい、メガネ。そして、多分これはここのネジ部分を、これね、うん、これを動かすと、うん、ここの距離が離れるんだね。中に液体とか入ってるのかな。とりあえずこのままかけて。変わる？あ、変わる。行くよ。せーの。後ろちょっと待って。テレビ消した方が映っちゃう。こっちで、せーの。はい。あ、これ俺自分が見えてない。これ自撮りできないタイプのカメラでした。どう？これをね、これ全然ボケボケ。ここでだいぶクリア。これでも多分、うん、あ。これ映ってる。これと一緒にできるんじゃないかな。あ、ダメか。あ、違うわ。一緒にできるのはあれでしょ。ハズキルーペ。あれ？俺だいぶ来てるね。 4.0 だね。これ一番端で 4.0 なので、やばいぐらい老眼来てますよ。あ、見える。でも見える見える。あ、むしろ焦点距離がこっちの方が近いから、本読むとかはこっちだといいかも。このぐらいがよく見える。ありがとう。すごい。はい、降りてきたよ。
ポンちゃん降りてきたな、はい、ポンちゃんがありがとうと言っておりますってそういうことやるよね。はい、はい、にゃーにゃー迷惑でした。ごめんね、はい、ポンちゃん、どうもありがとう。昼間は窓辺に、飾っているこの造花ですけれども、夜になると全部部屋の中に取り込んでですね、このテレビの脇が、飾る場所に今なっています。今っていうかもうずっとそうしてるんですけどね、まあ単なる収納といえば収納です。そんなに気を使わずわりかし雑にこんな感じでね、こんな感じになります。